皆さんこんにちは、 PJ ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは自宅でもできる練習方法です。今回のレッスンはヘッドスピードを上げていき、飛距離をアップさせる練習法になっています。どうしてもスイングを見ていると、飛ばない方のスイングを見ているとインパクトが強すぎてフォロースルーが綺麗に出ていない方、またインパクトで終わってしまって、この辺りでですねヘッドが減速してしまって、フィニッシュを取ってつけたような形でスイングを作られている方、このような形になってしまうと飛距離ロスになってしまいますので、今回の練習方法をぜひ参考にしてみてください。それではですね、用意していただくのはドライバーのヘッドカバーを一つ用意してください。このヘッドカバーを普通に持っていただき、アドレスでこのように作っていただき、スイングをしたフィニッシュのラインでこのヘッドカバーを後ろに投げる意識でスイングの練習をしていきます。それでは一度やってみたいと思います。このような形です。もう一度いきます。このようにすることでしっかりと体がフィニッシュまで大きく回る動きが作られます。これをですねしっかりと練習していただき、クラブを持った時も同じようにフィニッシュを大きく取るという意識を持ってスイングの練習をしてみてください。このようにすることでヘッドスピードが上がり、大きなスイングが身につき、飛距離アップにつながっていきます。このドリル自宅でも練習できます。ぜひですね一度練習をしてみてください。フィニッシュを意識したスイングを作っていきましょう。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。